ラオ競馬場今日のメインレース第10競争です。サザンカ特選 C の7組 1400m 10頭立てです。依然として雨が強く降り続いています。アラオ競馬場馬場状態不良で今日は1日競馬が行われています。このメインレースを前にゴール板前照明がつきました。明るくなっています。ゴール板前です。上空は随分と薄暗くなりました。各馬のゲート入りが行われている4コーナー回ったところ、人気は9番のアミフジエンブレム、そして5番のエスパーシアトル、10番山一サプライズ、2番ポルテボヌール、こういったところ上位を固めています。金層好調馬が揃いました。この10レーススタートしてからの逃げ争いというところも注目を集めます。9番のアミフジエンブレム収まりました。鞍上佐藤です。最後に10番山一サプライズ、前走勝ったこの馬、田中純騎手背にこれから収まります。枠入り完了です。スタートしました。少しばらついたスタート、中で5番エスパーシアトル、いいスタートを切って牧野が出ムチ、片ムチを入れます。外からスーッと10番山一サプライズが並んでかわしていくか、内から1番ラブリースカイです。1番のラブリースカイが花を切りました。2番手に10番山一サプライズ、あとは3馬身開いて5番エスパーシアトルが3番手に控えます。外からはスーッと9番アミフジエンブレムが上がっていきました。3番手です。その後2番のポルテボヌール5番手、1コーナー回り終えて2コーナー、あとは4、5馬身切れて中段以下、3番ガーデンなどと追走しています。向こう上面先頭1番ラブリースカイ連勝中の馬行きました。リード半馬身ぐらいですが、外から10番山一サプライズがプレッシャーをかけるか、あるいはここはかかっているか。3馬身差9番アミフジエンブレム3番手です。やや早い流れ。5番のエスパーシアトルは4番手です。1馬身半差2番ポルテボヌール、前5頭からはずっと広がって8馬身差3番のガーデンです。あとは2馬身差6番ネバオーケストラ、外から8番モレロ宝徳、内4番ブルーベリル、最後方もう1頭4馬身差7番 TM ライチョウです。すでに600は通過、3、4コーナー中間へ向かっています。先頭に立っているのはこの辺り、わずかに10番の山一サプライズ、山一サプライズで残り400を切りました。そして4コーナーカーブに向かって2番手の遊びは外をついてスーッと9番のアミフジエンブレム上がっていきました。前は8枠2頭です。あと交代したのは1番ラブリースカイ3番手、ここに接近していく5番のエスパーシアトル、直線に向いてきました。その後2番のポルテボヌールです。さあ先頭8枠2頭の争い、10番の山一サプライズが打ち、外は9番のアミフジエンブレム、9番のアミフジエンブレムが抜けた。2番手10番山一サプライズ、3番手大混戦ですが1番ラブリースカイ粘りそう。先頭9番アミフジエンブレム合輪、そして3着どうか、最後5番エスパーシアトル上がったか、2番のポルテボヌールか、際どい体勢となりました。3着争い、1番ラブリースカイはゴール前で失速、前の争い勝ったのは9番のアミフジエンブレムでした。10番の山一サプライズ、そして5番のエスパーシアトルが最後上がったか、あるいは2番ポルテボヌールか。3着争い最後大混戦でした。9番のアミフジエンブレム、鞍上佐藤智久騎手、人気に応えました。これで2連勝となって通算6勝目です。そして2着は10番山一サプライズ、最後は8枠2頭が抜けてきました。逃げたのは1番のラブリースカイでした。そのラブリースカイが速いペースで引っ張る中、その後ろにつけた10番山一サプライズ、あるいは9番アミフジエンブレム、早め先頭に立ったのは10番山一サプライズでしたが、これをゴール前差し切ったのが9番アミフジエンブレム1着です。2着10番山一サプライズで、その後大きく離れました。3着争い、1番ラブリースカイがよく粘っていましたが、ここに最後は5番のエスパーシアトル、2番ポルテボヌールなどが追い上げて、3着争いもう大混戦での入線ですが、どうでしょう。3着争い、最後5番エスパーシアトル、2番ポルテボヌール、この2頭の争いと絞られたようです。うち1番ラブリースカイ粘れませんでした。外からは8番モレロ宝徳も追い込んでいました。1着9番、2着10番、3着争いは5番か2番か接戦です。2番か5番か接戦です。レース確定はもうしばらくお待ちください。